どうも料理のお兄さん、リュウジです。はい、今回はですね、全く、新しいですね料理に、今回で、ね、ちょっと挑戦しようと思いまして、ガチ創作でやろうと思ってるんですけどね。なんかその似たような食材を使っているもの同士を掛け合わせたらめちゃめちゃうまくなるんじゃないのかっていうですね、まあ実験的な料理なんですけど、これね、僕の大好きな料理にですね、麻婆豆腐あるんですけども、もう一つね、めちゃめちゃ好きなのがあるんですけど、スンドゥブも好きなんです。僕辛いの好きなんで、これをですね、合体させたらマジでうまくなるんじゃないのかと思いまして、まあ、僕料理研究家なので、いい感じに融合できたですねレシピが、つい先日完成しましたので、こちらをですね皆さんに、自慢したくて、今回撮っております。しかもすっごい簡単なんです。火を使わないでレンジでできるスンドゥブ麻婆なんですね。こちらをですね、ちょっとこれから紹介していきますので、やっていきたいと思います。はい、じゃあ材料はこちらになります。はい、絹豆腐ですね 300g、 豚ひき肉が 80g、 長ネギですね、1/3本もう切ってある、まあ、僕は切ったんですけど、これを使っていきます。あとですね、一番大事なのが、これね、スンドゥブの素ですね。はい、これですね、スンドゥブって、そのまま作ろうと思うとめっちゃ手間かかる。手間というかですね、材料が多いんですよ。これで肉の旨味も、魚介の旨味も入れなきゃいけないので、なんかアサリとか体付きのアサリとか買わなきゃいけないんですけども、これだったら全部入ってるので、これがうまいから、どうやったってうまくなるんで、これを今日は使っていきます。うまい感じで使っていくんで、ちょっとここら辺見どころですので、まずですね、まずジョッキを用意しまして、氷を入れていきます。そうしましたらですね、ウイスキーを入れていきます。炭酸ですね、満たしていきます。今日はちょっと輪切りのレモンがないので、レモン汁をちょっと入れていきます。こちらをですね、飲んで、テンション上げていきます。これ重要ですよね。まずですね、用意してほしいのがこの大きめの耐熱容器です。これですね、ガラスボール、僕使ってますけども、レンジにかけられるんであれば、なんかラーメンノーブルとかでも全然大丈夫です。それか大きめのタッパーでも大丈夫です。はい、もうほんとね、これね、簡単なのでね、まず、豚ひき肉、はい、ここにこちらのね、スンドゥブの素ですね。はい、これだけで味が決まっちゃうんですけどね、入れていきます。よくね、絞り出してください。油がね、入ってくるので、この油めちゃうまいので、ちゃんと絞り出してくださいね。でですね、ちょっとお肉がね、このまま固まってますので、この状態で、ちょっとほぐしてあげてください。そうするとですね、お肉がバラバラになって仕上がりが良くなります。豆腐もなんかわざわざ包丁を使うのもあれなので、こんな感じで、はい、ポトポトと落としていきましょう。はい、こんな感じで大丈夫です。お豆腐の大きさはお好みですね。ただね、これ後で混ぜるので、まあ、若干大きめの方が、いいと思います。混ぜてる時にね、ちょっと崩れていくので、若干大きめに、こう切ってあげた方がいいと思います。はい、で2パック目、でこれね、一応分量的にはスンドゥブの素に合わせておりますので、大体ね、2、3人前ぐらいできます。はい、この素が、ほとんどね、糖質がないんですよ。材料もね、豆腐とお肉なので、かなりね、これ実は低糖質なレシピになってますね。僕なんかは低糖質で今日済ませたいなって時は、これをご飯なしでかっこんで食べますね。まあ、この状態になりましたら、この状態ラップしちゃうんですね。ほとんど料理じゃないですね、これね。なんか食べ方みたいな感じですね、これね。この状態でレンジ 600W 5分加熱します。はい、そうしましたら、まあ、5分加熱したのがこちらになります。ここにですね、片栗粉大さじ1を、同量の水で溶いたものです。こちらを回し入れて、で、よく混ぜます。あー、もういい、もうめっちゃいい匂いする。で、この状態で、さらにですね、1分半加熱します。そうすることによってね、結構とろみがつきます。はい、ということでですね、1分半加熱し終わったのがこちらになります。かなりですね、今もうこの揺れでとろみがかなりついてるのが分かりますので、ね、ここにですね、ごま油ですね、ごま油、はい、これでぐっと麻婆感が増します。はい、あと長ネギです。1/3本のみじん切りですね。はい、で、これで混ぜていきます。で、あとはもうお好みなんですけども、僕はね、つまみにしますんで、お塩を小さじ1/6ぐらい入れます。これはお好みで結構です。このままでも十分、塩気ありますので、これね、まあ、ちょっと量がすごい2、3人前ありますので、いっぱい食べたい方はいっぱい持ってもいいんですけども、ご飯とかと他のおかずとかと食べるんであれば2回に分けていただいても全然大丈夫です。見た目はね、かなりね、麻婆っぽい。でも、こっから香ってる香りはかなりスンドゥブですね。はい、もうなんかちょっと持ってると不思議な感覚になりますけど、まあこれはオプションで、お好みなんですけども、まあ、僕一応料理研究家なので、盛り付けをね、もうちょっと綺麗にしたいので、小ネギですね、
ね、あとですね、僕は、辛いのすっごい好きなので、オイラー油を、はい、こんな感じで。はい、ということで、トゥンドゥブ麻婆の完成です。簡単。はい、それでは、できましたので、熱々のうちに食べていきたいと思います。いただきます。めっちゃうまいです。まあ見た目はね、ちょっと麻婆っぽいんですけど、食べてみると、まあ、かなりスンドゥブ感が強いんです。まあそれは当たり前ですよね、スンドゥブのもの使ってるんですからね。なんですけども、あの形状がね、あの麻婆豆腐なので、なんかねすごくね食べやすいんですね。スンドゥブってあの結構スープっぽいので、こうサラサラが食べられるイメージなんですけども、こっちはですね、あのとろみもついてて、でお肉も入ってるので、かなりですね、あのおかず感が出るんですね。でまあ僕おつまみでガンガン食べちゃうんですけども、これねご飯と一緒に食べれるっていうですね、ものすごく実用的なあのレシピになってます。これかなり魚介の味が効いてるのね。まあ麻婆豆腐だとと思って食べない方がいいかもしれないです。全く新しい創作料理だと思って食べてください。これねめちゃめちゃうまいです。でこれね、後がけのごま油とラー油の香りもすごくあの立ってます。今日はお酒とやってますけども、丼にしてもねめちゃめちゃうまい。スンドゥブ麻婆丼とかねめちゃめちゃうまいと思います。これねほんとで、ね、これがね、あの一番いいのがね、やっぱりねレンジだけでできるというところですね。フライパン洗う必要ないんですよ。あの焦げる必要もないし、誰でもできるようになってます。本当にね、味付けはもう全部ねスンドゥブのものでやってくれるので、奥さん大助かりだと思います。これパパも大喜び。めっちゃうまいこれはね、うまみがほんとすごいです本当にね、俺これ好きなんですよ、これね味がめっちゃ好きなんですよ。でね、お酒にも合うんですよ。これがあればね、僕晩酌これでいいですか。本当にこれ、このお皿だけで多分ね、あと 2,3 杯飲めますね。はい、っていうぐらいお酒にもご飯にも合う、非常に、美味しい、レシピになってますので、皆さんこれぜひ試してみてください。